丘の町を走る電気小型バスプッチーの春の特別運行を行います。運行期間は3月23日から31日まで。通常は土日と祝日のみですが、期間中は毎日運行します。定員は10名で、どなたでも無料で乗車できます。運行ルートは飯田駅から美術博物館、合同庁舎、動物園前、三年蔵前、中央公園、飯田駅までを回るコースで、路線上はどこでも降りられます。運行時間は午前9時から午後5時まで。運行本数はおよそ1時間に1本の12便です。この春はプッチーに乗って、魅力いっぱいの丘の町に出かけてみませんか？